日本徳島県板野郡上板町7条7条は、徳島県板野郡上板町の大技、地名、町村正志向以前の7条村に相当する。上板町役場上板町の行政、文化的中心地域であり、上板町役場、上板町商工会館、上板郵便局がある。役場周辺には、市街地が広がる。 県道沿いには、レストランなどの郊外型店舗が立ち、都市化が進んでいる。日本の県道に挟まれた地域は純農村地帯である。2010年の国勢調査では、人口1974人。地名については、近在の5条、6条とともに、大法律量による上理性の名残か、1223年、土見門上皇が御所村に、 仮御所を造営した時に名付けられた地名の名残とする説があるが、どちらの説にしても現存する城の配置に不審な点がありはっきりしない。1889年町村政志向により、七条村は、梶谷、原村、泉谷村、比企の村と合併し、松島村が発足した。1945年松島村が朝整に移行し、松島城となった。 1955年松島町が大仙村、甲子村と合併し、上板町が発足。旧七条村は七条となった。県道 ABC、角川地名大辞典 P837、上板町市 P185、徳島新聞社発行最新ふるさとマップ。ありがとうございます。